4630万円を騙し取った男ね、逮捕されましたね。昨日のね、ニュースですけども、電網買い替え損にして漏らさずって言いますけども、このお坊ちゃまどうしたのかしらね。だって田舎の方に引っ越して、なんか申し込んでね、キャンペーンに申し込んで、古い住宅に住民を募集みたいな感じで補助金付きで申し込んで、都会から田舎の方に引っ越してちょっと経ったという、そういう青年ですよ。田口容疑者24歳。最初はね、だって自分のものじゃないわけ。振り込まれたら俺のもんだじゃないですね。これはもう不当利得って言って、民法で言えば不当利得ですよ。ですから当然不当利得返還請求事件とか起こされたら当然負けるわけです。で、それ民事上の問題だけじゃなくって、自分のものじゃないって知りつつ使っちゃうっていうのは、これは詐欺ですよね。で、これ ATM 使ったってことになると、電子計算機詐欺っていうことになるわけなんですけども、本人最初ね、返すって言ってたらしいんですけども、その手続きをしに行く途中でやっぱ返さないって言い始めたわけですね。だって普通にスーパーだかショッピングセンターだかで働いてたわけでしょ。で20何万ぐらい給料取ってて、それで一応普通に生活してたわけですよ。その彼が4630万円手にした時にやっぱ返すってなると、やっぱこう返さない方がいいんじゃないかなと思ったんだろうね。で返さない場合どうなるかって言ったら、使っちゃったって言ったら自分のものになるって計算したのか、あとは途中でね罪は償いますみたいな話をしてくるわけですけども、結局これ詐欺罪で捕まっても、まあ大体この4630万円という金額だと相場があって、まあ、大体3年ぐらい入るというね、あるわけですね、刑務所にね。でも3年刑務所に行ったら4630万円俺のものかということになったらですね、まあ3で割ったら年収1000万円以上ですよね。4630万円だったらこれ3年無所入って4630万円もらったのが得じゃねえのかと思ったとしたら相当のバカだよ。だから募集されないですよ、これ。本当だったら返しなさいってことになって、それは差し押さえとかかかりますけど、だから銀行口座に入れてたら差し押さえになりますよね。でもそれ引き出しちゃって、例えばどっか隠しておいてね、いやすったすったとか言って後からうっすとぴょん実はこれ置いてましたとか言ったら、これもう差し押さえる方法がないんですよね。だからこれねほんとバカだよな。だってもう名前も出ちゃって、ね、まだ24歳でしょ。それからどっか就職しようって言ったってもう無理よ。本当にねカジノで刷ったかどうかも分かりません。刷ったってことにしといて実は温存してるかもしれませんしね。もしあったってなったら返せって話になるわけだから、だから銀行には預けられませんよね。もしかしたら地面に埋めてるかもしれないですけれどもね。だってこれがさ、例えば40億とか言うならまだしもね、4000万よ。決して小さい金じゃないけども、人生これで上がりだっていうほどの大きい金でもないわけですよ。しかも本人仕事辞めちゃってるわけでしょ。4000万ですよ。中途半端だよね。例えば2、3億あればまあまあ一生それでいけるっていう計算もできるけども、4000万は少なくないけども多くもない。かといってこの4000万欲しさに名前も顔もさらされて、もう二度と就職もできないでしょ。結婚だって普通しないよ。こんな逮捕されてさ、しかもめっちゃかっこ悪いっていうかさ、全国で知り合ったって誰も結婚しないよ。これ魔が差したというかバカだね。最初はね町の職員が来て、一緒にじゃあ銀行行きましょうって車乗って、ハンコが必要だから3本番まで途中で買ってさあ組み戻ししましょうっていう車の途中でやっぱ嫌だって言い始めたわけでしょ。でハンコをついときゃいい話をさ、どうやってこの4630万自分のものにしてやるかってぐる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 考え始めたわけよね。バカだね。ほんとバカだね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。